ゲサリック、またはゲサレックは西ゴート王。v への戦いでフランク族に敗退してヒスパニアに退却し新たな王国に臣民を導いた王の諸子である。ゲサリックについてセビリアのイシドールスは生まれが低く能力がなく失態に終わったと述べている。v への戦いで生き残った西ゴート貴族たちはアラリック二世の亡骸を仮装して王の聖妃、 テオデゴンダガウンだ幼いアマラリックを差し置いて王の諸子、ゲサリックを新たな王に選んだ。このため、アラリック2世の着手にして、東ゴート王の孫であるアマラリックの王位継承を求める東ゴート王国が反対した。VA の戦いで、自らの価値を証明した若い選手たちと、東ゴートの拙生たちが行った、ゲサリック即位の選択は、諸子に有利に働き、 西ゴート軍は救援を求めた。スペインの歴史家、ラモン・メネンデスピダルが明らかにしているように、当時の君主制は世襲ではなかったので、ゲサリックが散脱したとみなすべきでない。ナイフンがセプティマニアやプロバンスの一部地域を除いて、ガリアにおける領土をすべて失うという部位への戦いの結果を招いたのである。507年から508年にかけ、 フランク族とブルグント族はトゥールーズの西ゴート王国を占領した。フランク族はトゥールーズを陥落させ火を放った。クロービス一世の同盟者であるブルグント族はナルボンヌを落とした。ロデーズ、ベジエ、カルカソンヌもフランク族に落とされた。東ゴートの支援を受けてセプティマニア全土を支柱に収めようとするフランク族とブルグント族の進軍を徐々に緩めさせナルボンヌに 西ゴートの首都を置いた。しかし、イタリアにいたテオドリックは、孫を大いにつける準備を進め、未だ、ガリアナルボネンシスの領域を支配する、西ゴート王国を救うつもりだった。ガリアナルボネンシスは、ナルボンヌ、アルル、マルセイユといった、主要都市を抱えるセプティマニア、プロバンスといった国を含んでいたからである。ブルグン王グンデバルドは、 ゲサリックが宮廷を置いていたナルボンヌを包囲した。聖、イシドールスが大いなる地辱を持って、そしてゲサリックの戦士たちが大量虐殺されてと述べたように、首都は失われた。ゲサリックはバルセロナに移って宮廷を開いた。軍はフランク族とブルグント族の国境であるローヌ川とアルルを包囲した。アルルの町はカトリックの司教生セサリウスの裏切りにかかわらず、 誰の手も借りずに、西ゴート軍に抵抗した。東ト王テオドリックは、孫、アマラリックの領土とミナスアールルの救援にやってきた。テオドリック敗下のイッパスがアールルを解放した。この戦いの結果、カルカソンヌを包囲していたクロビス一世が退却した。フランク族、ブルグント族との和平が達成されると、イッパスはデサリックのいるバルセロナへ向かった。西五島族が、 最終的にヒスパニア定住を行った507年頃、征服者が20万人ほどであるのに対し、ヒスパのローマ人はおよそ700万人であった。文化や生活様式の衝突は、ヒスパのローマ人に対し異なる宗教と政治が行われてきたため避けようがなかった。西郷ト族がハースピタリタスを行った時、土地の分配はローマ帝国の法律に沿って行われた。 土地は三つに分割された。土地の二、三を、西ゴート人が受け取ったが、王家の認可がなければ、残りの一、三を手に入れることができなかった。異人主観結婚は死刑に値するとして禁止された。トゥールーズとナルボンヌを失った後の臆病者に、東ゴートのテオドリックは、フランク族の脅威はそのままにして、孫の即位を要求した。五百十年頃 派遣された、一スは、バルセロナ近郊でゲサリックを退け退位させた。逆境にもかかわらず、ゲサリックは、バンダル王、トラスムンドの助けを借りて、北アフリカへ逃れた。その後の西ゴート王国は、テオドリックが摂政を、務める中幼いアマラリックが王となったが、一方では、ゲサリックの支持者が彼を福井させようとしていた。511年、ゲサリックは、ヒスパニアに戻った。 西ー、イシドウルスによれば彼は、アクイタニアの統治権を主張し、福井について、クロビス一世から、完全な支援を得ないまま一年余り身を隠していた。小規模な軍勢を従え、バルセロナからわずか12マイルという場所で再び、一発と対戦し、彼は逃亡しようとして捕らえられた。そして、ガリアとの境界であるドルクシオ川で、東ゴート軍によって殺害された。 その数ヶ月後の511年11月27日、クロビス一世が死んだ。テオドリックが幼い孫、アマラリックの摂政であった期間は、いわば東ゴートによる支配の時代で、東西のゴート族が平和に共存した。ありがとうございます。